フリースラント諸島はヨーロッパ北西部、北海東側に連なる諸島。フリースラント地域の一部である。オランダとドイツの2カ国の沿岸をまたいで東西に広がる。古くからフリース人の定住する地域であった。フリースラント諸島とヨーロッパ本土で囲まれた海域、湿地帯はワッテン海と呼ばれる。地形としては デンマーク・ユトランド半島西岸にあるデンマークは天海諸島まで連続しており、これもフリースラント諸島に含まれる場合があるが、フリース人が居住していなかったことから、歴史的な意味でのフリースラント諸島には含まれない。フリースラント諸島の大部分は自然保護区域となっており、国際的な野生動物保護、自然保護の取り決めが、オランダ・ドイツ・デンマーク間で結ばれている。天然ガスと、 石油採掘が行われているが、エムス川、ベーザー川、エルベ川などの三角州が近くにあり、野生動物保護と経済活動の両立に非常に注意を払って、海上交通が行われている。ありがとうございます。